今回ご紹介するのはエアソフトイノベーションガスパワーシェル40マイクマスターマイク。この後すぐ。この番組の提供は模型パドックパドック武器店ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ケン。はい、皆さん今日も始まりました、デメデューでございます。はい、はい、時代の流れを感じながら生きていく今日この頃でございまして、時代の流れ、まあね、最近は需要もいろんな需要がありますよね。本当にこう需要なんていうんですかね、別にエアガンがあればよかった時代なのが、アイテムがいっぱい増え、わけわからないものもいっぱい増え、ああそうなんですね、グレネード系なんかも出てるんですねと、いろいろお話を聞きますけど、はあ、まあね、サバイバルゲームやるにあたっても戦術がいろいろ広がってきたという楽しさはあるんですが、まあ店員さんをやってるとね、いろんなものが入ってきますけど、どうですかって聞かれるんですけど、まあ店員さんだったんですか、で、ね、使ったことがないとか、そういうのばっかなんですね。あ、まあまあまあ、いっぱいあればね。そうなんです。で、何買っとけばいいのかって言われますけど、いっぱい買ってもらわないとうちの店潰れるんで、いっぱい買ってもらえればいいんですよね。そのためのレビューでもありますからね。そうね、これあの趣味でやってるわけじゃないですかね。金が欲しいんです、切実にね。 YouTuber になりたいわけでもないですね。ないですね、別に出なくていいんだったら代わりのもの出します。普段からタイをかぶってるわけじゃないですもんね。じゃないですね、むしろあの撮影俺以外でできるんだったらそいつに任せたいと、今日もうそれはなかなか難しい話でね。やった時からスタートとかも言ってるところなんですけど、それは問屋さん下ろさないと思いますよ。許さないか。まあ、逆にね、アカンとかがね、こうレビューをして銃が分かるかっていうと、またそれも難しい。アカンだとね、声だけ通ってね、カミカミですからね、基本ね。まあ私はですね、逆に役者でも何でもないのでね。いやいやいや、最近はドラマも作りましてね、アリちゃん企画会議室と。あれもね、企画してみたはいいものの、再生数もそこまで伸びない。ぜひ皆さん、概要欄の方にリンクありますんで、ね、そちらの方を見ていただければと思いますけど、再生数の伸びなさ、あれもイベントにね、お客さんがね、どのくらい来ていただけるかっていうのでね、まあ、全く効果はなかったに近いってことですかね。いやいや、そんなことはないですよ。こっからグッと皆さん来ていただけるはずです。まだ日程ありますから、もうネガティブになってますよ、皆さん。こうね、見るだけ見てね、こう来ないとか、そういうの良くないと思うな。ぜひね、遠いから来れない、いけないなんていうのはね、それはもう言い訳です。はい、ぜひ来てもらいたい。陸通だ、陸で繋がってますから、日本国内であればね、基本的には沖縄とかそういうとこはしょうがないけど、ね、それね、いやぜひ来ていただきたい。いや、ネガティブネガティブ、さあ、ネガティブばっかりでもしょうがないのでですね、私たちの本職の方ですね、本職の方、はい、エアガンや、エアガンにまつわるもののレビューという方ですね、はいはい、こちらの方をやっていきたいと、思います。でこちらの方もね、デメージュ長くも今年で3年目と。長いね。3年目、次で4年目になりますけども、もうそろそろ引退を考えるシーズンが入ってくるんで、ね、いやいや、もう最近長い長いとね言われる方もまだいらっしゃるんで、ショートバージョン最近上げてますんで、ぜひそちらの方も概要欄にリンクがございますんでね、見ていただければ。まずは取っかかりとしてちょっとショートバージョン見て、他に何言ってんだろうこいつらと、まあね、いうのをね、ちょっとフルバージョンっていうので楽しんでいただければなと。もう今までもうファンになってる方はフルバージョンで何ら問題はないんですよ。ショートバージョンになるともう、なんかこんなんで終わっちゃうともう気持ち悪くてしょうがないと。ね、なんかデメ流じゃないと言われることあるんで ね、見てもね、10分ぐらいで終わるものってのは見やすくていいなっていう心から思いますもんね。いや、それはいろんな人がいますから、どちらかというとデメ流でハマってる人たちは長く酒のつまみでこう見ながら聞きながらこういっぱい行きたいとか、ながら見がしたいと。なるほどね。そういうのも踏まえ楽しみ方ね、人それぞれだと思うんで、ね、まあ、いろんな人に合わせてね、ギガがね、かかっちゃうとね、ギガやっぱりなかなかこう、まあ携帯で見てるかどうかわかんないですけど、 Wi-Fi が取れないとか、いろいろネガティブな部分がね、まあ、ぜひね、パソコンで見ていただければね、高画質のデメちゃんが、楽しめますんでね。そうです、有名です、まあ、そのうち 4K もね、いずれは 4K 対応とかね、それまでにはね、 8K、16K と別のものにね、ぜひレビューをね、こう
前頑張れよって言って、俺は別の本当管理職の方をメインでやらせてもらえる。いやいやいや、もうね、デメ流はデメさんじゃないと、やっぱりデメ流ですから。名前がデメ流のコンテンツが終了して違う名前でなんかリニューアルスタートって、ほら昇竜園なんかもね、なんか変わっちゃう。いやいや、それ隣のあの中華屋さんですよね。パドックの隣のスタッフとか全員一緒なの。いや、まだ行ってないから分かんないですよね。誰か行ったんですか？行ってないですか？まだやってないんじゃないですかね、あそこだから。あれ、やってないんですか？前、あ、まだそうなんだ、ああ、そうですか。まあその辺はあの、もしパドックに遊びに来た時にはね、隣に一応飲食店ありますけど、一回なんかね、潰れたっていうか閉めて、名前が変わったっぽいんですけどね。さあ、一番隣で良かったんですけどね。ですね、さあやりましょうか。はい、当日の生配信も概要欄の方にリンクがございますので、なんでこういう風になったのかっていうのもね、デメリューが2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、7倍、8倍、9倍、楽しめるということで、ぜひご覧ください。はい、さあ、それではですね、本編の方行きたいと思います。本日ご紹介するのはですね、エアガンではなくですね、ちょっとあのアイテムですね、便利アイテム、こちら興味がある方いらっしゃるんじゃないですか。はい、それではご紹介していきます。本日ご紹介するのはエアソフトイノベーションの40マイクとマスターマイク、こちらになります。はい、新しいなんか栄養ドリンクかなんかですか、これ。さっきちょっとあの南波ちゃんのつむじにかけてみたんだけど、なんか何も出なかったんですよね。あ、これ毛を隠すものではない。違ったんですね。ほう、こっちの赤いのが40マイクで、この青いのがマスターマイクなんですけど、実はちょっと前からですね、この40マイクとマスターマイクっていうのはエアガン業界をちょっと賑やかしてた商品でございまして、動画で見るとやばかったのが発射するんですけど、BB弾が、モスカートってご存知ですか？なければ多分デメリのどっかのコンテンツでモスカートを撃ってるやつがあると思います。モスカート撃ってるのは何かありましたね。グレネードなんかやってると思う、ドバンっていうのは。それ見てもらうと、投げるやつじゃなくてですか？じゃなくて、あ、ね、ああいうやつやってます。やりました、はいはい、思い出しました、はいはい、一気にですね、ドバッと弾が出るやつなんですけど、はい、この40マイクとマスターマイクは、はい、40マイク、マスターマイク、40歳のマイクさんと、あのマスターヨーダみたいな感じの、あのマスターマイクのマスターの人ですね。じゃあそういうことで、もうそういう意味合いじゃない。暑さでちょっとね、こうだいぶやられてきてるので、なるべくめんどくさいことに片側まくっちゃってますけど、暑いっすね。ということでですね、この40マイク、マスターマイクなんですけども、連射するというちょっと変わった代物なんですけど、連射する、まあ一瞬トリガーを押したら、一気に出るんですけど、連射でバーッと出るんですけども、130発ぐらい入ったりするんですよ。40マイクさん、はい、40さん150発、かなり数入るんですね。このパッケージのところにちょっとなんか150BBs 240fps 10フィートスピースペアード AT150100FT レンジ、中に一応螺旋状にこう入ってるんですかね、多分ね。ネバーユース HPACO2CO2 までいけちゃうぜみたいなこと書いてあるんですが、これですね、134A しか使えない。一応これ日本仕様、日本仕様、はい、日本仕様になってますので、134A を使用してください。で、こちら説明書、マスターマイクの方の説明書って、これどう違うかっていうとですね、マスターマイクの方は100発しか入らなくて、ちょっと散るらしいんですね、こっちの方が。ほう、60FT、10フィート、140、すごいな、なんか書いてあるんですけど、フィートで、10フィート、この箱もね、ちょっとデザインが違いますけれども、まあ両方とも螺旋状に弾が入ってて、飛び方がちょっと違う、違うということなんですけど、まず安心してもらいたいのは日本の説明書入ってます、日本語の、はい、こっちパッケージはね、ちょっと英語しか書いてないですけど、で、ユーザーマニュアルもちゃんと書いてますね、ちょっと違いますからね、はい、で、こちらパッチもついてましたね、このエアソフトイノベーションさん、はい、パッチには大体パッチがついてる。で、装填の手順っていうのも書いてあるんですけど、はい、
セーフティーという機構が、はい、これ物理的にこのままだとついてないので、カバーをかけることによって発射のトリガー部分を隠すと、はい、いうことができるんですけど、これをはめ込むだけなんですけど、はめてあげると、それは何ですか、ラバーですか。これラバーですね。マイリトルですね。で、ここを押しても押せないと。ほう。で、発射するところこちらになりまして、ここ叩くっていうか押すんですね。このゴールドのところですね。ゴールドのところを押すと、はい、ガスがプシャーって噴射するという仕組みになってるんですが、装填の仕方はセーフティーカバーを一応取り付けておきます。誤射しないように、はい、で、フロント前のこの部分からガスを注入しますが、はい、説明書に書いてます。134152のフロンを注入してください、はい、CO2 や HPA、NU プロプラル 3.0 とか、なんか152以外使うなよと、うん、いうことになってるので、はい、152A を入れますが、吹き返しあるんだね、これちゃんと今音してますね。入れるときはこの向きじゃないと意味ないですね。意味ないですね、はい、今満タンになりましたが、で、BB 弾をこの穴からローダーでコリ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 って入れるんですが、はい、今はちょっと安全のため入れません。はい、あと実写の時にね、はい、入れた後ちょっと面白い動きして、はい、ここを塞いでくるくる回して螺旋に BB 弾を送る形なんですね。あー、なるほど。で、送ってもらってグレネードがいっぱいになるまで BB 弾を装填すると、その向きで入れる、こうコロ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 ってやると余分な BB 弾が落ちてくるそうです。へー。初めはこの状態で上からバリ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 入れて回して回して奥に入れるような感じになるんでしょうけど、回して入ってくるんだ。へー。もうちょっと面白いですけどね。で、それでビビ弾が満タンになったとしたら、うん、カバー取ります、はい、で、カバーを取って発射するウェポンに本来は装填するのですが、はいはい、今回は発射のウェポンを使わない予定なので、うん、ここを直に押します。で、そうすると発射できるんですけども、これも発射できますし、まあ、飛びが若干違ったりしますけど、まあ、なんでしょう、そのまんまの状態で、もう発射は可能は見ていただきたいのと、まあ、もしかしたらフィールドさんによっては素で使っちゃいけないとかありますから、ね、そこはレギュレーションに合わせてもらって、合わせて使ってください。で、最低使用距離っていうのがありまして、マスターマイクは 3m、 フォーティーマイクが 10m、 で、これすごいんですよ、日本語。フォーティーマイクは責任感のあるプレイヤー向けのパワフルなグレネードシェルです。ああ、もうテメさんなんか全然当てはまらないですね。楽しく安全なゲームのために 10m 以上離れた場所から使ってください。で、マスターマイクは 3m の距離から撃っても大丈夫ですよとか、はいはいはい、ですから、私はこの、フォーティーマイクは使えないので、レビューは以上で。いや、一応今回は大丈夫です。責任は持ちたくない、はい、いや大丈夫です、大丈夫です。なるべく責任から逃れて、レビューさんの被ってない時の方が責任感ないですか。大丈夫、このもうね、ぜひ被っても大丈夫。ちょっとこれはですね、南波君に実写は全てお任せして責任者代表ということですね。南波ちゃん、実写はいないんじゃないですか。で、もうだったらもう別撮りでね、こうやってもらって、で、オイルがついてます。これメンテナンス用のオイルがまたついてるので、この辺のシリーズにはついてるやつですね。はい、ミディアム 30W、 これ車みたいだね、オイルのコードが書いてある、0から 30W みたいなのが書いてますけど、これコードが書いてあるやつついてます。で、バッジがついてて、で、空打ち、今ちょっと初めてするんだけど空打ちしますね、40を。はい、せーの、ん、へぇ弾が入ってないとダメ。弾が入ってると閉鎖するんだね、多分。なんじゃこれ。もう一個の方はどうなんですか。いや、一緒ですよ一応入ってなかったね。という商品になります。はい、実写の時に音も、まあ、一応測れればいいかなと思いますけど。で、まあ一個なんかちょっと持てそうなんで持ってみますか。あ、はいはい、重さ、いや長さからの方がいいんじゃないですか。いや、もうこのまま今ついてるんでロックをつけた状態で。はい、デメちゃんの吊るしばかり、右手の小指にかける重いが重い、はい、310g、 310、 40、 40マイクの方が
真由紀さんの方が、でもう一回計測器を変えて、305だからね、300g ぐらいなんだね。スポーティーマイクじゃなくてマスターマイクなんですね、こっちは。あら310、変わんねえのかと、変わってないじゃん。なぜ短いのに。あ、やっぱ300あるわ。これ295ですね、うんうん、300ぐらい変わんないよ、ほとんど。外観の長さがちょっと違うだけで重さは変わらないんだ。でも作りはすごいしっかりしてるな。高圧に耐えられるっていう、海外では多分 CO2 を使うからなのかな。ちょっと長さもね、5m メジャーで115だね。はい、うん、マスターマイクは92ミリぐらい、うん、径も一緒ですよね、もちろんね。径も一緒でしょう、ね、胃腸を測ってください。径を測れ、胃腸を測ってください。ロギスがないのに径を測れ。いや、大丈夫です、5メーターメジャーで大丈夫です。いるかそれ。いや、わかんねえよ、これセンター取れねえから。4センチぐらいじゃねえかぐらいってことでね、大丈夫かな。技術者としてはすごい曖昧で嫌なんだけど、多分4センチいかないぐらいかな。はいはい、まあこれを打たないと面白くないって言ってるから打ちましょう。まあどんなもんなのかと、打ってすげえって言われる由来をちょっとね確かめてみたいと思うので、おいおい、まあ実際に実写してみるという形にしましょう。おい、はい、それではシューティングレンジの方へどうぞ。確かめよう、見つけよう、素敵なフィールド、チャ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 、カモン、あなたの近所のシャングリラ、アリーシャン。こんにちは。はい、こんにちは。はい、シューティングレンジです。はい、さあ、意識が遠くなってきました。ちょっとやりましょう、頑張りましょう。ビシッとということでですね、バシッと、シューティングレンジで今回はですね、打ってみたのが40マイクマスターマイク、こちら2個をですね打ってみたいんですけど、これはどういうものかというと、今までのようにドバーって開く、一発で一回打ったらドーンってね、弾が飛び散るやつではなくて連射するというちょっと変わった品物になっておりまして、どんなものなのかということもですね、合わせてちょっと打ってみたいなというのが一番でございます。それではですね、実際に打っていきますので、よろしいですか、準備の方。なんとですね、音が測定できなかったら音も同時測定をしよう、はいはい、で弾が入ってないとちゃんと、そうなんですね、音が分からない、シューって言ってました。ただガスが出てるだけになっちゃうんで、はい、ちょっと弾速はね、今は測れないので、これだとですね、一気にこう押し出していきたいんですけど、音の方はどちらにいらっしゃるんですか。いや、分かんないですけど、来るんじゃないですか、やり始めると。いや、やってる、うん、なんか打つなと思ったら多分出てくるんじゃないですかね。すか、どっかで見てるんだと思いますよ、多分。じゃあ、実際打ってみますね。おー、打ったよ。声聞こえませんでした。なんか聞こえましたね。気のせいです。いきますよ。おー、打っちゃうの。いきますよ。測るから。測るから。あれ、初対面。はい、今日もこっちの機械で測っていくよ。いや、前にもこういうパターンありましたよ、確か。またここだろ。はい、暑いね、ここ。ここ暑いです。いいですか。ちょっと待って。はい、いいよ。では、やってみますよ。ちょっとこうね。はい。せーの、おーっとー、はい、ちな
104ってよ。でさ、おっさんの方がいるのかな。今のが40マイクってやつだろ。らしいっすよ。今のメインのこれちゃんと打ててるのかな。出てないんじゃないかなと思いますね。ってことでちゃんと打てるように押します。じゃあ行きまーす。おー、すごい。あれ、117.9、うるさい。すごい。今振られました、ちょっと最後ふわって、うん、あの押したところでこんなもんでるシューっていこうかなと、ふわってうざい。なるほど、面白いですね、これね。もう一個あるの。マスターマイク、うん、マスターも、うちもね、フォーティーさんとマスターさんがいるの。ちょっと待ってね。はい、いきますよ。おー、こっちの方がうるさいね。121.2 よ。これすごいよ。これ面白いね、これ。確かに、あの、何メーター以内では打たないでくれっていうのは分かりますね。これやられたら怖いわ。いろいろと問題だね。そうだけじゃない気がしてきたよ。これうちのアリシャンに5個ぐらい持って帰ったら相当強いよ。オタク2個しか持てないでしょ。いや、これ強いわ。これは楽しそうだね。これは面白いですね。楽しそうだけど、僕の汗がそろそろ限界なんだ。帰っていいか。え、職場放棄ですか。まあ、もう測り終えましたよね、もうね。帰ります。はい、またね。これはすごい。あ、これちょっとみんな、欲しいなっていう気にはなるわね、確かにね。おお。てかもう打った。打った。あれ、いなかった。いなかった。いや、すごいよ。楽しかった。楽しいね。これすごいね。うわーって連射がこう。全然球筋とか見えてないんだけど。すごいよ。広がる、ちゃんと広がる、これ。いや、手で打ってるから、うん、振られて広がる。振られるんだ。そう、あとは圧で。そんなのすごい。あ、打ってるわけ。打ってるわけ。すごいすごい。もうホーチンさんの方は確実に振られたなって、こっちでカメラ見て分かりました。ほんで、マイク、マスター、マスターの方を後ろにグーって。あ、ちょっと来てましたよね。来てました。そんなに動きですか。ぜひぜひ。あ、これだったらバッチリ。まっすぐ押せると。なんすか、なんかの儀式ですか、まだすごいですよ、余分なやつが入ってる。これでちょっとまた、はい、打ってみようかな。すごいですよ。すごい。いくよ。はい。消えてるんですよ、これ。すげえ、消えまくってるんですよ。これでも今、デメさんのブラシの方がこう散らかった感はありましたね。一箇所が確かに、その集団性は結構こっちの方が高い。これすごい。すごい。これはちょっと強いわ。このビビンが全部できた。いや、まあ、ちょっとのこれってことかな。多分ガクが足んないですよ。ガクが足んない。怖いですね。これどうなの。これだって7メーターで あれだよ。結構ね、30センチぐらいか。こんなもん。ちゃんと銃で狙えば、ワンターゲットは余裕で入るんじゃないか。すみません、私ここの引っ掛けのところでドライバーで押してみたんですよ。これ先端のところと思うので、こうセットしていきますよ。そして圧がやっぱね、ある程度ないと狙えない。いやー、これ面白い。マスター用だとね。マスターマスター用だとマイク40歳。マイク40歳。
40歳すごいね。ホティとマスター両方すごいわ。これ欲しくなるね、これ、うん、欲しくなるし、あと、まあ、フィールドの広さで使い分けるっていう。でも思ったこれ名前書くところじゃないよね、まさか。いやあり得るよね。ロットナンバー書いてください、じゃあ自分の。みんな一緒だから。いやでも途中で敵を見て距離に合わせて弾をね、変えるなんていうのもね、面白いんじゃないですか。これすごい。まあ、単発止めのやつだったらできるね、それもね。赤使おう、青使おう。これすげえ。もうね、食レポみたいなこと言うと美味しい。いや、美味しい。先端キンキンに冷えてるの。すごい冷えてるけど、これ熱伝導率いいよ、めちゃめちゃ。すぐ熱伝わるよ、これ。もう今までのモスカートだとね、ここ結構こうパーンって出る感じあったけど、これはマスターの方はパーンっていう感じだけど、いや、マスターはね、若干グーって感じ。グーです。ドンドンって感じ。で、こっちはもう押してる間ずっとビーッってビーッとね。いや、これはね、おすすめの、この夏おすすめの一品かもしれない、本当に。これ結構遠距離でも届くんで。俺今だって久しぶりにワクワクしたもん。本当にグレネードっぽいかもしれないね。正直モスカートだとさ、ショットガンのでっかい版みたいな感じに使い勝手じゃない。これすごいわ。これは買うんだったら俺はフォーティーマイクをおすすめします。あ、値段2000円ぐらい下がるけど絶対こっちの方がいい。こっち1万円弱、こっち7000円今日、うん、絶対こっちかな、俺だったら。あ、俺両方欲しいな。あ、そう。こっちはこっちでさ、今までの使い勝手で、で今までよりも玉込み楽じゃん。まあね、いろんなバレルなんで僕ルルルルルルと、あと多分初期化しなくていい。そう、それはすごくありがたい。すごい楽みたいな、ね、初期化はないからね。これは素晴らしいものをまた一つ夏のウェポンで出てきましたねと。はあ、感動でございます。さて、そんな楽しい感動したコンテンツも私たちは何でやってるんですか。カメラの前で。はい、そういうことじゃなくて、どのコンテンツにこの番組に載ってるんですか。動画じゃないですか。はは、そうですね、動画ですね。どの動画サイトに載ってるんですか。あ、確かね、Y がサイトです、ね、Hulu ですか。Yahoo でした。あはは、YouTube ですね。はい、この動画は YouTube でやってますよ。ええ、はい、もう言いませんよ。はい、で、そういうのをやらせてもらってまして、あ、たまにね、こうやって新商品で驚きのものって出てくるんですけど、非常に驚く出来ですね。面白いね、これ。これね、夏暑くなったら首元とかね、やっとけばちょっと冷えてるしね。ちょっと上にうなこはクールみたいに塗っといて、こう、うん、刺されたなって思ったとこ。ちょっと刺激が欲しいんだけど、ブーッと押してもらうと。いってえな、それな。うなこ、今年のうなこは効くわーみたいな。いや、面白いですね。いや、これがですね、まだ出たばっかということですね、かなり面白いものになっておりまして、今 7m で打っただけでこんな面白いんだと思いましたからね。かなりそっちは散ったね。散ったね、こっちはね。で、こっちの方が触れたんだ、俺ブーンって。若干だから振れば振っただけ広がる。そうね、こう押してられる。結構押す時間も1秒以上あったからね。1、2ぐらいまではいけますよ。かっ、面白い。さあ、私たちの番組の方ですね、見ていただきましたら、ぜひぜひ友達登録って言ってますけど、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お友達になっていろいろ遊びましょうということもありますので、それと、動画見終わりましたらいいねのポーズ、押していただければと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。それと番組に対してのですね、ご意見ご感想ご要望、そして温かいコメント、こちらは温かいコメントを常に僕は待ってます。温かいコメント、生温かいコメントをですね、お待ちしております。はい、というわけで、フォーティーマイクとマスターマイク、はい、両方やりましたけど、まあ、人によっては本当に両方じゃない、両方欲しいっていう方もいらっしゃいますように、まあ、フォーティーマイクだけでも十分と思う方もいらっしゃいますけど、
自分はボディマイクの威力があればいいかなと思っちゃったので、まあ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 好みかな。そうですね、長さが違うから蛍光の仕方がしやすさとかもありますからね。そうだね。はい、でこれはちょっと驚きですね。1個1万円でこんなハイウェポンが手に入っちゃうんですね今。正直、うん、あの結構いっぱい玉数入るモスカートだとそれぐらいするのもあるかな。ありますね、うん、こんだけ簡単に使えてあれだけね、面白いやったらこっちから、いいかなっていうになりました。ちょっと非常に自分も参考になった動画でした。ぜひ皆さん興味があったらモケパドックの方でご購入いただければと思います。はい、さあそんなわけでまた次回お会いしましょう。それではバイドメン。はい、ヒットコール言ってもオーバーギルになりやすいっていう難しさはね。まあそうね。